どうしてもライバル視、街に言っておきたいこと。東京都杉並区亀五郎さんのどうしてもライバル視、街に言っておきたいこと。いやいや、京都は日本じゃ敵なしやから。同僚と地元自慢で張り合っていた時、何言ってね、絶対大阪の方がええやろ。京都なんか古臭い建物だけ。これやから大阪の人とは話にならへんねん。まあまあ、どっちも素敵じゃん。東京23区で育った私は、何を言うぶってんねん、言うても東京は人が多いだけやろと言われたが、いやだって東京のライバルってニューヨークとかロンドンだもん。我々東京人はニューヨークやロンドンを見ていること。東京都八王子市そらしさんのどうしてもライバル市、街に行っておきたいこと。先輩ちょっといいですか。職場の先輩に、そろそろ八王子から引っ越そうと思ってて、どっかいいとこないですかねと相談すると、それならお前も立川に来いよ。いや立川は嫌っすよ。いやお前、立川はルミネもあって伊勢丹だってあるんだぞ。今や立川は新宿のライバルだからな。というが、立川が新宿をライバル視するのはさすがに無理があること。立川マジでおすすめだから。ということで、どうしてもライバル視、街に言っておきたいこと。